ドラッグストアは一般用医薬品を販売し、なおかつ健康、美容に関する商品、日用品、食品類の一部もセルフサービスで短時間に買えるようにした小売業態である。ドラッグストア、ドラッグストアなどと表記することもある。医薬品の販売を規制するための法律及び、そのための医薬品の分類法は国ごとに若干異なっている。例えば、ドイツでは、 処方箋医薬品、薬局販売医薬品、自由販売医薬品と分類し、このうち処方箋医薬品及び薬局販売医薬品の販売に関しては、薬剤師がいなければならない。処方箋が必要な医薬品の販売を行うときは、ドイツ、フランス、イギリス、オーストラリア、日本など、いずれの国でも薬剤師がいることが必要になっている。欧米では、基本的には、 薬剤師が常駐し、調剤や医薬品の販売を行う。一番規制の緩い市販薬に関しては国ごとに規制がかなり異なり、すべて医薬品に関しては薬剤師がいることが必要とされている国もあれば、医薬品販売管理者が常時対応しなければならないとしている国もあれば、特に規定がない国もある。アメリカ合衆国のドラッグストアは20世紀初頭前後から、 ドラッグストアのチェーンが展開されてきた。アメリカの大手チェーンを売上上位3つを挙げると次の通り。シカゴドラッグストアで薬剤師として勤めていたチャールズ・ R ・ウォルグリーン、SR が1901年に同店を買い取り、ウォルグリーンとして営業を開始し、彼なりの着想で様々な新サービスを打ち出した。例えば高品質で低価格な医薬品類の ラインナップを独自に製造する、などということを行った。1909年には2店舗目を開店し、1916年には9店舗を参家に収めた。ウォルグリーンは1922年に、バクガミルク世紀という商品を発明し、ソーダファ運転ンンで販売し、客たちがソーダファ運転ンンを取り囲むように立ち、ダブルリッチチョコレートモルトミルクを飲む。 という光景が繰り広げられた。なおコカ・コーラも、もともと1886年に、アトランタの薬剤師のジョン・エス・ペンバートンが、コカ・コーラのシロップのレシピを発明し、地元のソーダ・ファウンテンに、それを販売したもので、ソーダ・ファウンテン側によって、健康に良いトニックなどとうわれて販売されたもので、ある。ドイツの上位を上げるとかなり差があるが3位にミューラーは、 すでに EU から離脱してしまい EU ではなくおまけにスコットランドも独立派が議会で多数派になり今後バラバラに分裂した弱小国になっていく可能性もあるイギリスの大手はブーツ日本の流通業界ではディスカウントストア特別して DGS、DGS あるいは DRG と略されることがある日本においては薬剤師が常駐し 処方箋医薬品を販売、授与できる薬局、または店舗販売業の許可を受けて営業しているものが多い。かつては、院外処方箋による調剤が一般的でなかったため、処方箋による調剤を行わない、一般販売業や薬剤師のいない薬種商販売業として営業するものが多かったが、近年は医薬分業の進展に伴い薬局として営業する。 物が増加している。薬局を併設したドラッグストアでは薬局部分とドラッグストア部分の許可を別に取るケースが多い。これは全店薬局として許可を取ると営業時間内は調剤スペースを営業しなくてはならないためである。このため同一店舗内で調剤スペースとドラッグストアスペースで営業時間が異なる場合があり、この点に関しては 議論がある医薬品医療機器等法上、薬剤師が常駐する店舗でないと扱えない一般用医薬品もある。薬剤師不在時にも医薬品売り場を開放できるよう、ガラスケースを施錠したりカーテンを使用したりしている例もある。なお、一般用医薬品を取り扱わず調剤機能のみを持つ場合は、ドラッグストアとは呼ばず、薬局などと呼ばれる。また、 一般用医薬品を販売する者の,の調剤機能を持たず、セルフサービスでない場合は薬店あるいは薬法などと呼ばれる。医薬品医療機器等法上、調剤施設を併設していない場合、薬局の名称を関してはならないため、そのようなドラッグストアには、ドラッグ、薬の薬品等の名称が多い。ティッシュペーパー、トイレットペーパーなどの紙類、洗濯用洗剤、 柔軟剤、食料品、ベビー用品や一部のネームバリューのある医薬品、ドリンク剤、サプリメントなどを場合によっては原価を下回る形で、安売りして集客し、原価の2倍から5倍で販売できる、医薬品や化粧品、雑貨を販売し、利益を稼いでいる。価格訴求を第一とせず、薬の専門家である薬剤師による接客等のサービスによる差別化を図る企業もある。 また、調剤をベースに差別化を図る企業もある。1970年代前後から、オールジャパンドラッグや日本ドラッグチェーン界等のボランタリーチェーンが存在していたが、1990年代後半以降、流通コスト削減やプライベートブランド商品導入などを目的にしたドラッグストアチェーンのグループ化が進んでいる。チェーン化の方針として、特定のエリアで展開する。 ィージョナルチェーンと全国に展開するナショナルチェーンに分かれる。店舗面積を目安として以下のように区分される。薬事法改正によって1999年によりドリンク剤、ビタミン剤、消毒薬等の一部が医薬部外品に指定され、ドラッグストア以外のコンビニエンスストアやスーパーマーケット、駅売り店等でも販売できるようになった。2004年にはさらに権威薬、 成長薬、高校飲講薬等の一部が医薬品から医薬部外品に移行されて、新チャンネルでの販売チャンスが拡大した。2009年施行の改正薬事法では、登録販売者制度が創設され、試験に合格すれば、薬剤師でなくても、第二類医薬品、第三類医薬品を販売できるようになったため、医薬品販売に新規参入する、ドラッグストア以外の小売業者も出てきた。 また、競合とは逆にドラッグストアがコンビニエンスストア等と提携するケースも出てきた。主な新規参入企業ドラッグストアと提携した企業。ありがとうございます。